物語じゃなくて順番は分かんないんですけど、これが王子がそうです。王子でこれがいいやつらで、いいやつらあ、猿もいる、本物の猿もいる。でこれが今王子様を拝んで、あ、これ悪者かな、剣持ってる、悪者かもしれない、もしかしたらなんかハヌマーンっていうやつがいいやつらで、なんだっけ、なんだっけ、悪者の名前かな、ポッサカーね。これがいいやつ、これ王様、これもハヌマーンじゃないか、うん、あの、あれわかるかな、大きい赤いやつ、これこれ、これがポッサカーの仲間なのか、悪いやつだそうです。すごい、なんかちっちゃい頃そういう民族の舞踊みたいに見たことがあるんですけど、ハヌマーンはかっこいいんですよ。とっさか緑の顔のやつなんですけど、ハヌマーンの動きがかっこいいんです。すごいできないんですよ。守ってる。あー、これは猿なの？ただの猿？そう、ハヌマーンの仲間たち、ハヌマーンの宮殿じゃない、王様に憧れてる。でも誰か悪いやつが好きやで、あ、赤いやつが悪いやつなんです。そう、なんか攻めてで、結局寝てたけど釣り出されちゃう。あ、本当だ、そういうことか、寝てた、寝てたけど好きやで、なんか釣り出されてる。すごい間抜けって言っちゃいけない、気が抜けてる。ハヌマーンはこの時期白、白がハヌマーンだって、これが鬼たちだ、これがコスサカ、悪いやつだ。あ、人間もいる、これは やっぱいいね、かっこいいよね、白いやつ。ハヌマーンこれは何だろう、王様捕まっちゃってる、王様まだ寝てる、でも王様寝てるよ、どういうこと、助け出されてるの、ハネマーンがこうやってやってるから助け出されてるのか、王様のんきだな、だからきっとなんか寝てるわけじゃない、ハネマーンが抱っこしてる、ちょっとハネマーンめっちゃかっこよくない、やハネマーン抱っこしてるのめっちゃかっこよくない、で悪いやつほら退治でか、何やってんのって王様は最終的にかくまわれてる、ここで寝てます、常に寝てます、王様は。